心身の不調で活動休止中の俳優の前山隆久さんが所属事務所渡辺エンターテインメントを退所し芸能界を引退することが6月30日に分かりました。事務所は公式サイトを通じて活動を休止しておりました前山隆久ですが、本人からの申し出を受け6月30日をもちまして株式会社渡辺エンターテインメントを退社することになりました。これまで応援いただいたファンの皆様並びに関係者の皆様に厚くお礼申し上げますと発表。退所後は芸能界を引退するということです。前山さんは昨年12月22日に事務所を通じて舞台王家の紋章マイフェアレディで共演し、12月18日に北海道札幌市内で亡くなった神田沙也加さんへの追悼コメントとともに、神田沙也加さんと結婚も視野に入れて真剣交際をしていたことを、神田さんが亡くなった後に事実を公表しました。3月18日発売のフライデーでは、前山は高級ブランドの140万円の婚約指輪を購入し、家族や親族に結婚の挨拶を済ませていたのだとか。二人はすでに婚姻届に署名、捺印。開運日と言われる一粒万倍日の今年1月11日に入籍し、2月から結婚生活を始める予定であることを前山が嬉しそうに親族に話していたと報じています。前山さんは今年1月には心身の不調により仕事をすることが困難なため活動を休止することを発表していました。 SNS では前山隆久さん、あなたの見せてくれたお芝居を生涯忘れることはありません、夢を見せてくれてありがとう、どうか穏やかに生きてください、まえちゃん、あなたの演技と笑顔と人を思いやって支える姿勢が大好きでした、誰が何と言おうと私たちに見せてくれていたまえちゃんは、前山隆久はそういう人でした、今まで楽しませてくれて笑顔にしてくれて本当にありがとう、など引退を惜しむ声が見られました。一方で前山さんは、沙也加さんと死の直前まで交際していた件について、LINE のやり取りが SNS で拡散され、神田さんとグラビアアイドルの小島美優さんとの二股疑惑が出たほか、神田さんとのやり取りが1月5日に週刊文春で報じられた件もあり、前山さんの引退については、当然、過去作も二度と見たくない。というコメントも少なくありません。こうして交際相手だった前山さんが引退する一方で、母親の松田聖子さんは6月11日から埼玉、大阪、東京、福岡、愛知の順に5都府県を回る全国ツアーを開催中です。沙也加さんの急逝当時は当然のことながら、ディナーショーやNHK 紅白歌合戦の出演を辞退しており、メンタル面を心配する声も多く出ていましたが、6月26日のウェブ版、女性自身では、聖子さんが思い出の場所巡りをして、奮い立たせたと報じています。かつて沙也加さんを連れてきたこともある、都内の撮影スタジオや、自宅からほど近い、老舗デパートなどを訪れたり、生前、沙也加さんが愛用していたハンドミラーを形見として使っていて、沙也加さんの部屋でメイクすることも。3月のファンクラブの開放誌には、これからは沙也加と一緒に歌っていくとも綴っていました。今となってはなぜ沙也加さんが亡くなってしまったのか、その詳しい理由を知るのは天国の本人のみになってしまいました。沙也加さんの周りの人たちはそれぞれの人生を歩み始めたようです。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまた。
次回の動画でお会いいたしましょう。